安藤定美昭和7年8月29日は、日本の陸軍軍人、朝鮮中東軍司令官、第十四師団長、第十二師団長、台湾総督などを歴任した。階級は、陸軍大将軍一等校三級。勲行により、男爵に助爵された。信濃国稲軍南部の信濃飯田藩の創術師藩、安藤達武の三男として生まれる。父の達武は、 同国松本藩宗術師範、菅沼誠二の子で、飯田藩士、安藤達夫家の養子となり、達夫家の長女四季と結婚した。四季との間に、長男金一郎を設けるが、四季が早くに亡くなったため、島地菊子をめとった。これが定美の聖母で、定美の同母兄には後に、大親院藩事となる、柳田忠平が、弟には中学校教師となる、安藤武雄がいる。 1870年12月、大阪陸軍兵学寮に入った定美は1872年6月、これを卒業し、陸軍将位心得に任じられる。翌年5月には、陸軍将位に進み、1874年11月、陸軍中尉に進む。1876年8月東京賃大不評、第一連隊中隊長心得を命ぜられ、 1877年3月、政党別堂、第二旅団に編入され西南戦争に出征する。この戦役で負傷し、同年5月単位に進む。1878年4月の陸軍、士官学校府の後、1883年2月不評調査に、新旧市不評、第二連隊第三大隊長を命ぜられる。1884年2月に、 陸軍主管学校教官、1886年4月、参謀総長伝令士となり、1887年3月参謀本部の第3局第1課長に就任する。翌年5月には、第1局員に移り、1889年8月、再び陸軍主管学校教官となる。1891年4月不評中佐に進み1893年8月7日、 陸軍と山学校長に就任する。1894年8月30日には、鉄道選区司令官に移り、同年12月1日不評大佐進級を経て1896年9月28日陸軍士官学校長に就任する。後にもっぱら中将がおぎないされた陸軍士官学校長であるが、この頃は退散が当てられることが続いていた。 1897年9月28日不評を第6連隊長に移り、1898年10月1日陸軍少将に任じられ、台湾守備混成第2旅団長に就任する。1899年8月26日不評第19旅団長に移り、1904年3月の動員カ令をもって日露戦争に出征する。 1905年1月15日陸軍中将に新旧市第10師団長に親保される。日露戦争の行により1906年4月12日港三級禁止勲章を受章する。1907年9月12日には男爵の借位を授けられ家族に列せられる。1910年8月26日第12師団長に移り、 1912年2月14日、朝鮮中東軍司令官に親保される。1915年1月25日陸軍大将進級と共に対名となるが、同年5月1日、佐久間様との後を受け、台湾総督に就任する。就任早々、日本人95人が殺害される、聖来案事件が起こった。1918年6月6日対名となり、 同年8月19日公備役編入、1923年4月退役となった、1932年8月29日公挙、同日付で、君一等局日東下大受賞を受賞する。ありがとうございます。